はい。えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。SNS とインフルエンサーの学校理事長を務めております。ケンタ店長こと、ケンズと申します。えー、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、SNS とインフルエンサーの学校のですね、URL が動画の概要欄一番上に載っております。 えー、その他ね、動画の概要欄には私が運営しておりますホームページの数々も、はい、すべて網羅されておりますので、えー、お時間の方はあ、一度チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。えー、ではね、今日もちょっと、はい、あのー、なんか反感回想な動画を、はい。もう、なんか YouTube 引退してるんで、あのー、何言っても、特にそんなに炎上することもないんでね、再生数がないんで、はい。 もう言いたいこと言おうかなっていう。うん。なんかもう YouTube ね、ちゃんとやってる時だったら当たり障れないこと言ってね、炎上すんの回避してとかもわかるけど、もう引退してんだったらもういいよな、そういうのっていうことでね、ちょっと今日も、はい。誰かの反感を返そうなこと言います。はい。でね、あの、今日僕が言いたいのは、あの、区役所とかね、えー、市役所とかね、はい。まあ、そういう公的機関あーで、 えー、職員の人に文句を言ってる、まあ怒ってる、そういう人たちにですね、えー、ちょっと、はい、<laughs> あの、を入れたいんです。はいまあ、というのもね、あのー、昨日、まあたまたま区役所の前を、えー、自転車で通りかかったらですね、なんかあのー、区役所の裏で、えー、多分職員さん2人ぐらいがなだめてるんですけど、すごいなんか剣幕で怒ってる、うん、まあおっさんがおったんですよ。 はあでまあ、なんとなく聞こえてきたフレーズからするとなんか、あのー、多分書類に不備があったんだと思うんですよで。なんでこれじゃダメなんだよぐらいの感じのことを言ってたんですね。で職員さんもややなんかまあそういうなだめててみたいな、はあまあ、よくある風景なんですけどあ、ねあのー、区役所さん市役所さん、まあ、税務署とか。 そういう書類関係のちょっと複雑な書類とかね、手続きの関係のところって結構こういうふうに怒りを職員さんにぶつけてる人が多いんですよね。まあよく見かけるんだけど、まあこういう人たちに言いたいんですけど、あの、お前ら、一体何歳なんだっていう <laughs>、あのー、まあそれがまず言いたいのと、あのね、お前らね、いつまで、あの、子供っていうか、あのー、なんていうんですかね、 いつまでその、なんかなん、なん、でもかんでもやってもらえると思ってんだっていう。はあ、まあ、これ言うと多分動画の、僕の動画見てくださってるリスナーさんの中にもきっと何人か、あのー、ちょっと身に覚えがある人いるんじゃないかなと思うんで、多分反感回想だなと思ったんですけども、もう別にいいかなと思って、そう言いたいこと言おうと思って。うん。だからね、ああいうところで結局文句言ってる人間って、僕思うんですけど、 あの基本的になんかその相手がなんかやってくれるもんだっていう風にまあ思っちゃってる人なんですよ、はあ、まあ要は職員さんに期待しちゃってるんですよね、はあ、だからなんかちょっと自分の思い通りにいかないことがあった時に、まあ、怒り出すんですよね だけど、もうそもそも感覚的にそもそも違うっていうか間違ってて、あのそういう公的機関の職員さんって書類を、まあ、受理してくれる人なわけで別にあなたの書類を滞りなく、まあ、間違ってても押し通してくれる人ではないんですよね。で、間違ってた時にその間違いを何とかしてくれる人ではないんですよ。はいまあ、書き方を教えてくれるかもしれないんですけども書類を作るのは あの、あくまでも提出者の、ええー、まあ、その、なんていうんですかね、責任というか、あの、まあ、守備範囲というか、そう、書,書類を届こなく作るのは、はい、僕たち提出者側の、まあ、責務ですよね。はい。で、あっちはそれを受理してくれるところを担当しているだけで、その書類に不備があって、 なんでこれじゃダメなんだよっていう怒りは、もう本当お門違いなんですよ。はい、あ。で、もうね、あの、なんかね、何でもかんでも、もう相手がやってくれるもんだっていうふうに、思っちゃってるんですよね、そういう人たちって。はい、あ。あのね、あれめちゃくちゃ周りから見て恥ずかしいことだっていうことを、自認しないと、なんか、いつまで経っても多分治んないと思うんですよ。そう。で、 日本の本当にまずあのお客様は神様ですっていう、まあ、間違ったあの理論もちょっとあの相まっちゃってるような感じもするんだけどもそれプラスアルファやっぱりそのもうああいうまあそもそも公的な書類を出すってことはまあそれなりの年齢になってるはずですからもう全部自己責任なんですよ人生も。 えー、そういう、まあ、書類関係の手続きも自分で調べて自分で書き方を覚えて、えー、まあ不備があって突き返されたらあの修正自分で調べて加えてね分、まあ、かんないとこは聞いたっていいんですけども、あのー、それで、あのー、ちょっとずつ覚えてって、えー、自分で追うべき責任の部分なんですよね。はあ、相手関係ないんで職員さんはそれを受理するだけですから、はああのー、相手関係ないんですよ。 でそのしかもその書類のルール決めたのも別に職員さんじゃなくてもっと上の人たちですから国とかねはい、あ、だから職員さんに文句言ったところでもう本当にお門違いだしあの間違ってるんですようん特に声を張り上げて職員さんに文句言ってるもう対応が悪かったとしてももうそれはあの怒鳴ったりとか文句を言ったりすべきじゃないんですよ それはあなたの書類をあっちは受理してくれるむしろ味方ですからねはいあのー、なのになんかすごい敵対視し,してる人がすごく多いんですよ役所の人間はとか確かにお役所仕事なんて言われるようなねすごいあのー、システマチックでなんとなくそのドライな感じの対応とかまあもちろんそういうのもあるんですけどだけどまあ仕事なんで、えー、別にその何て言うんですかね あっちの役所の人間はね、受理してくれるその窓口の担当者は、別にね、僕たちね、えー、ま、もしくはその文句言ってる人たちの、あの、お母さんじゃないんですよ。はい。もうカイジの利根川が言ってることと同じなんですけど、あの、世間はお前のお母さんじゃないっていう。うん、そこはなんかやっぱりまあ、甘えん坊っていうか甘えちゃう、甘えちゃってる人間が、やっぱ相当で文句言っちゃってんだろうなって。すごい見ててね、胸くそ悪いんですよ。 なんか文句言われてるその職員さんもぶん、まあ、殴るわけいかないじゃないですかあっちがね職員さんがすごい理不尽なこと言われててもやっぱ日本社会ってあのうるせえなこれやるってぶん殴ったらぶん殴った方が悪くなっちゃうんでそういうことはできないわけなんですよねあのなだめることしかできないしちょっと行き過ぎても、まあ、もう殴られ損ですよ職員さんが殴られた場合でもまあせいぜい警察呼んではいまあ <laughs> 実刑まで行いかないでしょうねそう だからなんかすごいね、その職員さんたちが気の毒で、はあ、いや、不備っていうか、不備のある書類しか作れてないのはお前のせいなんだから、そう、文句言って、もう、だだこねてって、もう、本当にあかんちゃんなんじゃないかなって <laughs>、思うんですよね。はあ、例えば、職員さんがどんなに、その、横暴な態度を取ったとて、その、書類を結局、滞りなく出せるんだったら、そんな別にね、何かそこで、 あの、衝突が起きるわけないじゃないですか。うん。何かしら結局その書類に不備があったりとか、まあ、なんか問題があるからあそこで衝突がせ、ね、起きるわけで、絶対自分にも非があるんですよね。だけどなんか職員だったら何でも言っていいみたいな、あの雰囲気はちょっとやっぱりね、僕はおかしいと思いますね。うん。まあこれ、コンビニとか飲食店の店員には何言ってもいいみたいに思ってる連中が、まあ、はい、あ。 そういうパーセンテージをクレーマーのねパーセンテージを占めてるんでしょうけどもなんかねやっぱりうん役所の人間にだったら何言ってもいいみたいなその患者ちょっとおかしいっすよねうん書類に不備を作ってんのはお前だろっていうただ,だこれだってしょうがないんだよっていう風に思うけどねはい見ててまあ最近ちょっとまた仕事をね 今、あの、辞めて次のところに行く切り替えの段階で、そういう手続き関係がまあ多いんで、そういう公的機関に行くことが多いんですけど、まあね、一回行けば大体一人二人出くわしますね、その、なんか、ただこねてる連中とか、まあすごい、その、職員さんに対してめちゃくちゃ、ただこねてるわけじゃないけど、なんか偉そうな口調で、あの、なんか言ったりとか、う、ん なんか、ああいう人間って本当に程度が低いなって思っちゃうっすね。店員さんとか、その、言い返してこれない人に、すごく、口調がきつい人とか、レベル低いなっていうか、うん、程度低いなって、はあ、思うっすね。なんか。でも、いますよね。なんか、本当に、高速道路の、最近 ETC だからだけど、料金所のね、 おじさんおばあさんに当たりがやたら強い人とか、はあ、ファミレスとかコンビニの店員にやたら口調が強い人とかいますよね。うん、これ別にあのなんかどのコミュニティにもそういう人って絶対いるんであれなんですけど、うん、なんか俺そういう人って本当に程度があっていうか次元が低いなって、うん、思っちゃうですね。言い返してこれない人だから強く当たってるんだろうけども。 それがめちゃくちゃおっかないヤクザの人だったらもういいっすよ。しょうがない。待って、もうめっちゃ怖いんだもん。た、はあ、多分別に店員さんだけじゃなくて他の人にも当たり強いんでしょうし <laughs>。まあそれはいいんじゃないのって。いいっていうかもういいって言いざる、言えざるを得ないっていうかまあね。あんだけどなんか、普段すごいおとなしい人が店員にだけ当たら強いともうほんと悲しくなるっすね。なんか、はあ。だったら全員に強くいけよっていう、そういう生き方しろよって思うんだけど。ね 空港なんかはね、最近カスタマーハラスメントじゃないですかそれみたいな貼り紙めっちゃベタベタ貼ってあるんで、あれいいですよね。もうあれコンビニとかね、小売店もね、ああいうの貼った方がいいと思いますよ。それカスハラですよ、みたいな。通報しますよ、みたいな。うん。なんならね、法律でやり返していい、言い返していい法律作るべきですよ。はい、あ。ね。まあ、そうすると日本人の気質的にすぐクレームを本社に入れるんだろうけども。うん。はい、あ。 なんか、スチュワーデスさんとかも言いますね。やっぱ日本人の客が一番めんどくさいとか。はあ、まあ本当その通りだと思いますよ。僕も長年ね、昔客商売やってて、一番めんどくさくて一番マナー悪いのって、実は日本人なんですよ。はい、あ、あの、これはもう数の割合なんじゃないのとかってそういう意見あるんですけど、僕が暮らしてるところって結構外国人っていうか、まあ日本人じゃない方が、まあすごく多くて、昔ですら4人に1人外国人って言われる地域で暮らしてるんで、 まあそこで客商売やったんで、あれ、そんなにあのー、結構比率的には日本人ばっかりってわけじゃないんだけども、一番マナー悪いのは日本人ですね。これね、間違いないっすよ。本当に。クレームはすぐ、もうちっちゃいことでもガタついてくるし、もう本当にね、あのー、繊細とか、そういう、なんか神経質とか、そういうね、なんか、そういう、あれじゃないですよね。もう、細かい。<laughs> あのー、なんか、 いい言葉で表現したくないぐらいもう細かいことでガタつくのはね日本人なんですよ。うん、まあ全部じゃない。もちろん外国人でも細かい人は細かい人いるんだけども、日本人が一番面倒臭い客は本当にそう。でなんか変な理念持っててなんか接客とはこうあるべきだみたいななんか変なあのー、固定観念持ってる人も結構多いんでそう。 まああのお客様神様ですみたいな謎のフレーズが多分頭に根付いちゃってるんでしょうね。うん、本当にね、あの、客商売とか、うん、そういう窓口関係の人はね、なんか苦労してると思いますよ。うん、変えていかないといけないんじゃないかな、と意識的にも、なんか書類をあの、あっちは受理してくれてるんだっていう,そう、そういう感じで利用した方がいいと思いますけどね、僕は。はあ あ,とかあっちが直してくれて当然とか、ちょっと自分のミスをなんかあの、あっちは訂正してくれて当然だみたいな。こっちはこんな時間割いて来てるんだからみたいな。知らねえよ、そんなもんっていうね。あっちからしたら。時間割いてそんなもん、あと当然だろっていう、はい、あ。思いますけどね。はい。えー、以上です。ね。あんまりね、そういうお役所とかでね、職員さんに文句言うのやめましょうね。はい、あね。帰ってきますよ、いつかきっと。自分にも。はあ ね。というわけで、けだでしょ、じゃあさよなら。